はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。はい、いらない子ゲーム10回目です。早くも10回目ですけど、未だにいらない子ゲームが始まってないっていうね、いつ始まるんでしょうね。はい、で、今回は、温泉を覗きに行きますよ。まあね、ちょっとね、カズオミがね、ちょっと最悪のチームに振り分けられちゃったけど、まあ、楽しみでしょうがないですね。よっしゃ、行きますよ。ロードしますか。はい、します。はい、それじゃあそろそろ荷物持って移動しますよ。いらない子ゲーム。思ったよりも山の中ってうるさいんですね。あれからゴミの処理と荷物の片付けを終えた僕らは、小寄り通りのグループに分かれて迂回した道を歩いていた。先導を切るのは部長。ごめん、僕の隣に野々山くんが、最後尾に峰くんが、それぞれ足元に注意しながら歩いていく。もしその覗きのシーンで明らかにこれはまずいなっていう絵面だったら、モザイク処理かけるか、カットはしないかな。何らかのまずいと思ったらね。虫の声だけでも結構な音量だしね。でもこういうのが目立つっていうのは、考え方によっては静かな証拠なのかもしれないけど、とはいえ足元に必要以上にびくつかなくて済むのはありがたい。むしろ問題は目立たないために極限まで光量を落としたライトで灯すれば、ライトで灯すれば足元に何やら枝やらの何かしらに引っかかってしまいそうになるのを懸命に避けていた。でも覗きなんて初めてですよ。僕もです。今まであんまり女の子とも接点なかったですし、ワクワクしますね。しますね。小声で、けれどもテンションが上がっているのが伝わる声で、野々山くんがそんなことを話しかけてくる。あ、野々山くんは結構乗り気なんだね。ゲームばかりやっている彼の印象から、すっかり彼はそういうものには奥手なのかと思っていた。そりゃそうですよ。っていうか僕のコレクション結構すごいですよ。今度生徒先輩にも貸してあげましょうか。いい後輩ですね。その彼の言うコレクションが一体何を指すのか簡単に予想はつくし、一人の男として魅力的な提案ではあったけれど、そこですぐに運貸してくれと言えないのが僕の悲しいところだ。覗きに来ている時点で今更取り繕ったところでどうしようもないというのに。ちなみに野々山は巨乳派か。九段下先輩結構あれだね。もしそうだったら数本俺に貸してくれ。そこに割り込んできたの先陣を切っていた部長だった。意外なことにノリノリな笑顔だったのだけれど、野々山がなぜかその反応に眉を潜めた。分かってないですね、先輩は。父が大きければいいなんていうのは、固定概念にとらわれたおっさんの発想ですよ。時代は何と言っても貧乳です。貧乳。ちっちゃくて細い。大柄の女性なんて論外です。あとやっぱり、コスチュームとシチュエーションって大事ですよね。いやいや、女性の魅力はやっぱりある程度丸いくらいで発揮されるんだって。そんなことないですよ。ちょっとこれはっきりさせる必要がありますね。生徒先輩、どっち派ですか？ちなみに僕は、あんまりおっぱいに興味はありません。妙な意見の衝突という先立ってはいないが、が起きる中、僕はついつい吉住さんの体型を想像した。僕から見て限りなく魅力的な女性であるし、それに関してどうこうとは思わないが、いわゆる巨乳と呼ばれるタイプではないだろう。まあどっちかっていうと野々山くんの方に近いかも。でしょう？生徒先輩分かってる？いや、まだミネがいる。ミネ、どっちだ？巨乳か？突然話振られたミネくんはおどおどしながらうなずく。はい。ほれ見ろ。ダメだって、ミネ君イエスマンだもん。2対2だ。そんなことないですよ。やっぱり貧乳派ですよね、ミネ先輩。ミネ君はうなずくばかりで明確な返事を出そうとはしない。ちょっとすげえ声ガラガラだな。ちょっと待ってね。ごめんなさい。両脇から、いやいや違うだろ、そうですよね、攻撃に挟まれて彼がちょっとかわいそうになったので、僕は助け舟代わりに違う話題を口にした。でも長島先輩とかよく文句言わなかったですよね、安城先輩もいるのに。そういえばそうだな。
自分の彼女の裸が見られるかもしれないのに気にならないもんなのかな。その一言で今までのヒートアップをどこやら、ぶちは僕と一緒に首をひねる。ですよね。僕としても実際この点は気になっていた。見たい気持ちはあるが、同時にそれは吉住さんが見られる可能性も含んでいるわけで、彼女に思い寄せる人間としてはちょっと複雑なところもある。けれど結局のところ僕が行かなくても皆は行ってしまうわけだし、止めようともなれば10人弱のサークル員相手に空気の読めない奴のレッテルを貼られかねないレベルで、本気の抵抗をしなければならない。なので僕は早々に考えないことにしたのだけれど。またまた分かってないですね。世の中には寝取られ好きな男って結構いるんですよ。そこでまた会話に入ってきたのは野々山くんだった。ね、寝取られ？ああ、そう言っても伝わらないですか。ま、彼女が他の男に取られるのを見て楽しむって感じですかね。僕には全く理解できない世界だね。そうですか？割合スタンダードですよ。どこの世界のスタンダードなんだろうと若干気になるところだけど、僕はそのまま話題を部長に振った。部長はいいんですか？ん？何が？カナダ先輩ですよ。見られても気にしないんですか？いやいや、静岡さんとはそういうのじゃないから。いや、そんなこともないわけでもないけど、それはなんというか、どうやら部長は部長で複雑な思いがあるらしい。気持ちはよくわかるけれど、こんな機会でもないと早々聞けることでもない。僕は思い切って尋ねてみた。結局部長と鎌田先輩ってどうなんですか？ずっと気になってたんですよ。それはそのだな。おっと、そろそろ到着だ。こっから静かにしないとな。僕の興味津々の様子に部長は分かりやすいくらい動揺しながらライトを正面に向ける。到着しましたよ。ただそれは単にごまかしたというわけではなく、例の説明があった。ああ、これ、この壁みたいなやつが視界に入ってきたからだ。ちょっと漢字調べとけばよかったね。ごめんね。女性陣の声がここまで届きますね。中から温泉や銭湯でよく聞く置きや椅子の動く音、女性陣の話し声などが響いてくる。ということは逆に言うと、これからこちらの声や物音も聞こえかねないということだ。盛り上がってる地形っていうのはそこのことか。立、縦を正面に見てちょうど左側、縦の一部が急勾配に盛り上がった土で覆われているところが見て取れた。他のところの縦の高さは2メートルくらいあるのだけれど、ここは実質1メートルちょっとくらいだ。立てば上から覗けるだろう。一人ずつしか行けなそうですね。そうだな。さて、誰から行くか。こういう時のトップバッターは正直ごめんかぶりたい。それは誰しも同じなのか、女性陣の裸という魅力的な事実がすぐそこにありながらも誰も率先して動こうとはしない。じゃんけんということで。結局こういう時に役に立つのは古典的な決定方法だ。その結果、峰君、部長、僕、野々山君という順番になった。ミネ、バレないように気をつけてな。あ、はい。ミネ君はノロノロと越ったての近くに寄っていく。近寄っていく。ある程度盛り上がっているところに行くと、顔が丸々出てしまうので、中腰になってゆっくり行くよ部長が指示すると、ミネ君はそう言われた通りに実行する。彼の目線ギリギリのところが越ったてからはみ出るような格好で、ミネ君は30秒ほどじっとしていた。ピクリとも動かないので、今どうなっているのか全くわからない。一応見えました。そしてそのままミネ君は僕らのところに静かに降りてきた。感動も何も伝わらない感情に部長が表室に抜けした顔になる。なんだ、短いな。結構危なかったとか？あ、いえ、中の人たちは話してるからあんまりこっちの方気にしてないです。多分大丈夫です。ミネ君はそう言うと、そそくさと野々山君の後ろに回ってしまった。早くしろよ。よし、じゃあ俺も行ってくる。おい、早くしろ、副団長さん。それを受けて部長が意を決したように越ったてに近づいていく。峰君と同じように集合して進むと、頭を少しだけ出してキョロキョロと辺りの様子を伺い、そして一点で止まった。1分か2分か時間が経てど、部長は一向に動きを見せない。それがだんだんと長くなっていくと、僕は中から見つかってしまうのではないかと心配になって、ごくごく小声で声をかけた。部長、大丈夫ですか？あ、瀬戸が、すまん、ちょっと長すぎたな。いえ、それはいいんですけど、バレてないかと思って。ビクッと過剰なまでの反応を見せる部長。顔は、紅潮して目線が落ち着かない。
ああミネの言う通り会話に夢中でこっちの方なんか気にしてないみたいだ。とりあえず交代するからあとはな。いよいよ来ましたよ。そして若干上の空で僕の肩を叩いて降りていく。いざ自分の番となるとこの後に今もういい、はいはい、ごくりと唾を飲み込んだ。えい、ここまで供述して仕方ないね、仕方ないっす。しかしいつまで固まってもいられない。僕は意を決してもらえがと自分に足をかける。はい、どうぞ、はいはいはい、お邪魔します。はい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 、えひえひ、いやいやいや、女性はぽっちゃりぐらいがちょうどいいんですよね。あれ、吉住さんが見当たらなくない？あの奥が吉住さん？あ、終わっちゃった。すごい不細工なやつが映っちゃったよ、野々山くん。先輩、瀬戸先輩、そろそろ変わってくださいよ。しばらくすると野々山くんの押し殺したような声が背中を軽く叩かれる感触とともに聞こえていた。どうやら僕も部長と同じように固まってしまっていたらしい。ごめんごめんと謝ってその場を離れる前にもう一度だけ夢の…見られてないよな。破裂そうな勢いで鳴っている心臓を抑えて僕は部長たちのいる少し暗がりの木の下へと小走りに移動する。すげえ。野々山くんが戻っていったのはそれから10分後だった。いらない子ゲーム。はい。いやー、見ちゃいましたね。うん、それじゃあ今回はここで終わろうと思います。うん、はい、次どんな感じの展開なのかな、そろそろ始まるのかな、いらない子ゲーム。うん、とりあえず今回はここで終わろうと思います。それじゃあ終わります。バイバイ。